い、というわけで皆さんこんばんは。毎週火曜日22時からお届けしておりますエイリアンウェア生放送のお時間でございます。お相手は私電波組インク古川美里です。よろしくお願いします。はい、そして美里さん、黒糖からカステラ買ってきた。食べて。さーすの江戸さんです。食べていいですか？食べていいっすよ。小分けになってたからちょうどいいなと思って、食べやすいからと思って。最近、うん、最近毎週火曜日って、うん、もうすごい長い日なんですよ。あ、そのあれね、なんかね、ルーチンが 回りやすい日というか、ルーチン化されてる日なんですよ。あ、なるほど。この時間はこれ、この時間はこれみたいなね。ラジオやって、うん、踊ってみたいな、うん、だから、うん、最近ここに来るとちょっとヘロヘロなんですよ私。あ、じゃあちょうどね、ちょうど糖分もね、黒糖の方買ってきた。なんとなくなんですけども、でもカステラって私自分で買ったことないですよ。え、本当にあんまり買って食べるぐらい好きではないですよ。あ、好みの問題として。俺もなんかたまに食いたくなるんだよね、うん、なんか1年に何回かみたいな。でもね、食べたら食べたら美味しいんですよね、うん、そうそうそう。いただきます。はい、どうぞ。もぐ、うん、もぐ。食レポ？それ食レポ？そうか、甘いね。甘い。黒糖だしね。うん。そうね。いや、でも染み込むよね。やっぱりね。うん。俺も今日さ、うんうん、この、はい、アイリアンウェア生放送の後ろがさ、うん、結構過酷な放送なんで毎週最近。江戸さんはここがスタートですもんね、うん、きっと。ここがそうなんですよね。うん、ここゴールなんですか？あ、そうかそうかそうか。うん、なるほどね、うん、そういう意味ではね、うん、でちょうどほらゲームやるときって頭部必要だからさ、うん、頭使うから目も使うし、トーク番組以上に、うん、やっぱね、うん、頭を使いますね、やっぱり。そうね、うん、そうなんだよね。ゲームやりながら喋ってコメント見てってやるとね、うん、なかなかね、うん、頭部が必要になりますよ、うん、あと私、うん、おととい超こけたんですよ。見た、あれだ、ツイッターで見た横断歩道のところ、寒いって、うん、ちょっと小走りで走ったえ、それでこけるの？なんでこけ、何に引っかかったの？話していいですか？あ、どうぞどうぞどうぞ。自分のズボンの裾につまずきました。最悪。あー、なるほどね。多分寒いってこうさささって歩いてたらこうさっと行ってあってなって、うん、こう行って前から行ったの？前から行きました。え、なんか怪我は見ます？やだやだ、見ていい、見せていいのそれ？大丈夫なの？大丈夫なのであればだけど、全然ですよ別に。え、足か。え？キズパワーパッド。あ、キズパワーパッド、もう隠れてるからちょうどいいや。これはね、まあ、こういうこと。ああ、なるほどね。でもちょっと青タンみたいになってんじゃん。うわ、両方だわ。キズパワーパッド。え？あ、膝からかって言ったんだ。膝から。さらに？青タン。これは見せてみ。キズパワーパッド。肘結構いってんじゃん。やばいっすよ。これ、あれ、ライブはいつ？10日です、次。10日だったら大丈夫か。傷は一応治ってるかぐらいか。うん、まあまあまあ、うんうんうん、そんなあのパックリいったわけなくて、こうズサーっといったんで。まあまあまあ、でも擦り切れた感じよね。擦ったみたいな。うわ、俺、あれだわ、高校の時に、うん、あの原付でこけて、にゃん、ここ、未だにケロイドみたいになってるよ。にゃん、うん、そう、跡になると思って。そう、ギャッていったやつ。うん、でもなんかもう後ろに人がいて、うん、その時にあっ、それはあってなるよね。あってなって、私もあってなって、うん、こうなって、え、大丈夫ですかみたいなこと言われなかったの？いや、向こうも多分びっくりはすると思うんですけど、うんうん、確かこう なるほどスンとしてるから、あ、これは話しかけてはいけない雰囲気の人だってなったのかな、何事もなかったからスマートフォンでこう、なるほどね、なるほどね。私もあまりにも恥ずかしかったから、恥ずかしいね、もう即ツイッターに書きました。いや、まあまあまあ、ツイッターに書いてなんかちょっと恥ずかしさを、ちょっとね、紛らわせるみたいな、そう、あのこう分散させるやつな。そう、うん、気持ちよな。で、何もなかったかのようにこう、うん、家まで帰って、うん、行ってとか言って膝跡見てもう血まみれ。いやいや、そんな血まみれってことではなかったの？広く浅く行った感じだった。いやいや、なるほどね。そっか、ずさささっと行って走っててとかじゃないからね、小走りで、うんうん、こういうのなるほど。あれでも足出てなかったんでしょ？出てなかったけど、うん、ズボン破けたほどかぐらい、やっぱずっさりはずさっと行ったのね。なるほどね。
バカだなと思いました。それえじゃあズボンもダメだもん。ズボンはもう捨てます。ああなるほど。メルカリでメルカリで売る。あの穴開いてますけどね。穴となんか擦れた跡が相当高く売れてしまうからやめましょう、うん、はい。というわけで始まりました、古川の近況です、はい、というわけで、この番組はですね、ツイッチ、ニコニコ生放送で、同時配信しております、はい、そしてコメントの方は、うん、ツイッチさんの方を見てますので、ぜひ皆さんコメントをしてみてください、はい、そして、この配信を行っている機材はこちら、ザン不可能も境界も知らないエイリアンウェアオーロラ、オーロラゲームをレベルアップしていきましょう、うん、そしてはい、ゲーミングモニター、ゲーミングマウス、ゲーミングキーボードを各種取り揃えておりますので、ぜひ皆様あの、うん、春休みはエリアウェアでゲーム、春休みはパソコンでゲームしてみてください。春休み終わってね。終わってんすか。なるほど。いや4月ですよね。4月って入学ですよね。もうあとは入社。いやもうここ最近ちょっと入学してないもんで、私も。いや俺もそうだけど。あまり入学という概念がなく。なんかでもあれですよ、メーカーの人のツイッターとか見てると、はい、朝の通勤ラッシュで、うん、あの新入社員だろうという人たちがすげえ増えたっていう、初々しいこうフレッシュな方が、もうすでに目が死んでるって言ってましたけど。大丈夫だったのか。社会のね、荒波に。最初はね、そうワクワクして、うん、会社だと思ったら、こうなるわけですから、おーマジかみたいな、うん、まあ、誰もが通る道。誰もが通っちゃダメでしょ。ちゃんといっぱい明るい未来もあるからね。そっかそっか。大丈夫、未来は明るい、頑張りましょう、はい、皆さん。はい、というわけで、まあ、先週までいろんなエイリアンウェア、うん、プレゼンスということで、まあ、いろんなパソコンのゲームやってきたんですけども、はいはい、まあ、紆余曲折ありまして、ありまして、今週からはなんとなんとまさかの、うん、まさかのデビルメイクライ5でございます。キャプコン、キャプコン、うん、来ましたよ。私言っていいですか、はい、DMC 初です。ええマジキで、マジキです。それは知らなかったわ。意外とやってないゲーム多いんですよ。あれ、DMC、はい、5まで来たのに1回もダンテを、うん、まあ、その番組とかでちょっと触ったことありますよ、もちろん、だけどそんなこうお家に買って買ってがっつりやったクリアしたみたいなのはないです。そうなんだ、はい、あ、じゃあまあ、うん、特に何も考えないで、うん、とりあえずスタイリッシュアクションとしての DMC を楽しんでもらえれば全然問題ないですよ。お、うん、それでそう、なんかかなりスタイリッシュなの知ってますね。そう、あと、うん、なんかランクの付け方が面白いの知ってる、うん、ああはいはい、そうね、エクセレントとかじゃなくて、なんか、うん、そうもう、もう見れば分かる、すごいスモーキーみたいなやつは知ってます。あれは面白いなと思って見てます。なるほどね、ぐらいの知識です、うん、あとダンテじゃないのも知ってます。お、そこまでは知ってる。なるほど、まあダンテももう、まあ、ね、ずいぶんほら、あの 5ですから、年月が経ってますからね、ぐらい。あとは、うん、モンスターハンターワールドでちょっと触って、うん、DMC コラボコラボでね、触ったぐらいですね。なるほどなるほど。いやだったらね、うん、ぜひこれはやってほしいタイトルなので、これストーリー的には続いてるんですかね。一応続いてますもちろん。あ、なるほど、はい、で、まあその、まあ、ダンテが、うん、その元は主人公だったんだけど、うんうん、っていうところではあるので、うんうん、そうそう、でそういう意味では続いてますけども、うんうん、あんま気にしなくていいです。分かった。正直それぞれのなんか4でも3でも、独立してやってると思っていただいて大丈夫です。わ、うんうん、かりました、はい、というわけで、じゃあ今週からいきなりのデビルメイクライ5をいきなりだな、いきなりだな、何週かミニーさん次第ではあるんですけど、わかりました、まあまあまあ、フィーリングが合えば、フィーリングが合えば、はい、というわけで皆さんどうぞよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。では、コントローラーですね、しっかり腰を据えてやるのは人生初めて。デビルマイ、デビルマイ、デビルマイデビルマイくらい、デビルマイクラ5デビル、DMC か、 DMC でございます。 DMC やっていきたいと思います、はい、お願いします、どうぞ、はい、ザガザン、これはオープニングムービーというか、一回飛ばそうかな、これはもう、ここからじゃないな、おっしゃっていいです、はい、ね、なんか押せばできるかな、 OK、はい、このぐらい、はい、ジャギーン、音大丈夫かな、これゲームちっちゃいの、あ、はいはい、じゃあゲームを上げ、まあ、コンティニューとかいろいろありますが、うん、まあ、はい、そこじゃあちょっとスタッフ調整してください。ね、ニューゲームです。どれ、あれコンティニュー、メインメニュー、オプション、メインメニュー、あれ、お、コンティニューか一回行ってみましょうか、
うん、これ罰決定なのな、そのあれあのなんていうか、はい大丈夫です。あ、逆にもできますけどね。あ、でもまあまあ、うん、大丈夫です、うんうん、オプションはね先に見ておきました。あ、大丈夫かな、はい。それは昼も夜も成長を続け、やがて輝くリンゴの実をつけた、うん、ちょ、それっぽく読みますね、うん、なんだあれは、初めてだしね、おきなりだな、見る人が見たらダメなやつ確かにこれダメなやつですね、うん、確かにちょっと実はオプション見たかったんですよね。一応、ね、まあまあ、こっちでね、であの調整はしてあります。ありがとうございます、はい。日本語音声ですよね。で、字幕はつけてあります。おお、神よ、世界を守りたまえ。5月16日午後8時6分。うん。浜木梅。あ、一度はここまで手こずるとは。あれ？英語音声じゃない？珍しく手こずってるな。珍、うん、あれでずれてるですね。うんうん、珍しい。じゃあ読む必要ないじゃないですか。ないね、大丈夫かだって。それでも私は読む。それでも読んでいく。うん、うん、まがまがしい闇。急にだね。おい、ダンテ。お、いきなりのダン、いきなりのダンテ。ちょっとおひげとか生えてるから若干。ちょっと老けてますね。これ、これダンテ？これダンテじゃないです。これネーロ。本当に俺が来る必要あったのか。助けたのに、ブスターはね。これ字幕と言ってること違いっけ。あの悪魔は甘く見るな。なんかちょっと違う。あれ誰？え？謎の男。V。うん、誰？それによって強大な力を身につけてる。字幕と違うのは気にしないでください。なんかちょっと。先に行く。うん。字幕消した方がいいんだね。ついてこいよ。いや字幕消しちゃって何言ってるか分かんないけどね。まあ大丈夫かな。なんだあのカラスの男。カラスの男。移動方法が斬新すぎる。そうだよ。良いですね。怪しい野郎だぜ。ですね、おお、ね。あのデカ物に代わりを返さねえとな。今は従ってやるけどな。うん。兄さん読むんだったら音声を英語にするって手もありますけど。いやちょっと私もやりたいんですよ。やりたい。こういうの。やりたい。始まったよー。形がない。ないですね。大丈夫かしら？A というかまあバッ A でジャンプ。うん、はい。まあ、きっとこの後チュートリアが、まあ、チュートリアが出るでしょう、うん、お、カラスがいる。カラス追っかけていくスタイルですね。待て、ここ普通にし、あ、歩っていくんですね、うん、ジャンプ、うん、来たジャンプ後、壁の近くで A、 OK、 ジャンプ後で壁ジャンプができるない、うん、ポンポンつっていきますね、二段ジャンプ的なやつですね。おいしい、はい、チュートリアルでつまずくゲーマーアイドル、うんうん、なんかありますね。お、あ、いきなりの敵戦？敵ですね。あらあらら、あら、来た。あ、いやいや、あ、デビルメイクライって言ってるから、こう悪魔的なやつばっかり。炎風さ、うん、血に誘われるマムシ。マムシ、マムシ、ヘビかな。ま、マムシ、うん、来た。封印結界。なるほど、うん、進路が結界に封じられてるんで、すべての敵を倒せば、うん、封印が解かれ先に進みます。わかりました、はい、片腕で十分なんだよ。片腕だと思って甘く見るなよ、うん、待って、近接が弱い、はい、これで射撃、うん、そうね、ロックオンのかな、まあ、ひとまずやってみよう、うん、ひとまずね、よいしょ、よいしょ、ういザックバラン、うん、ディスマイル、うん、お、いっぱいいる近接こう、起きた、ロックオン、LR 版 B、オース、うん、で切り替えがこれ、OK、うん、なので6個ができます。押し引っ張ってる、ね、これで6個になったのか、なってますね。カーソルが出ないのか、だってなってるね、数字の合う、うん、数字合ってるっていうか、バーン、うぃーっペイトル入った、うぃー、うん、ガンガンね、うん、もう切って打ってって感じのゲームなので、いいね、もう本当にね、あの脳筋が大好きなゲームです。あ、お、合うかもですね。ブイ信用していいのかね、うん、だけどちゃんとコンボとか入れて出すと、そうか、コンボがあるのね、すげーいっぱいこう、うんうん、できるようになるから超楽しくなります。あ、お、シルベムシかな、シルベムシだね、嫌なシルベムシだな、ずいぶんリアルになったね、復活させた、あ、ちょっと気持ち悪めの、うん、私こういうクリーチャーには全く大丈夫なんだ、気持ち悪いと思わないです。なるほどね、屍にたかるグリーンエンプーさん、あ、いきなりのなんか、ハイローラ来た、強力なコンボ、
ちょっと待って、いきなりなんか。いきなりですね。ロックオンしながらスティックで後方行って、うん、近接か。後方プラス、要するに後ろ入れ、うん、ワイ。ああ、そういうことか。うん、後ろ入れワイっていう。こういうことか。そうそうそう、ロックオンしてると、要するに後ろ入れができるようになるって感じだね。オッケー、うん。で、切り上げて上空に打ち上げられるんで、そうすると、そのワイボタンをこう連打してると、空中コンボにつなげられます。空中コンボやってみよう。うん、で、こうやって。よう末だな。これか？そうそう、それがそれ。で、敵に当てて Y ボタンを連打する。自分もなんかちょっと飛ぶんじゃないこれ。あ、リガンあった今。あ、なんか普通にジャンプでこけんのかな。あ、ジャンプ押してたな。でもこれもやりたい。ちょっと待って、うんうん、長押しからの攻撃ボタン押しっぱなしでいって。あ、なるほど、うん、そうそうそう、今ので、え、そう、今ので押しっぱなしするよ。いや、押しっぱなしにして自分も飛び上がってから切るってこと。グリーンを分かった。いや、ちょ、ま、分かってない。分かってないもう一回出てきて。敵が欲しいね。敵が欲しい。これで、まあ、飛んでいっちゃうねんか、空中だから。当たるんだったらやることはないけど、まあそうなるね。うん、バーン倒したね。そうじゃないんだよ、私がやりたかったのは。Y を押失敗すると自分が飛び上がるんで、そこから切るって感じです。でも今、押失敗しましたよ。今飛んだよ、でも戻ってきたんだ。ほんとほんと、あ、来た。分かってるだろう、お前なしで勝てる相手じゃないんだ。お前がいなくては話にならんのだ。全然違うって。そういうことでいいよ。はい、ヒーラー、ここは任せて。先に行くな。フルボイスでございますね。ミニさんフルボイス。後ろになんかいたけど今。あれ、うん、プーさんいたけど。ユー、かっこいい、かっこいいやつ。膝にダメージはないかい？あんまやると私みたいになるよ。そうだね。はい。もうガシが進んじゃいますか？うん。わあ、あと1、これで、そうそうそう。で、それで切る。そうそう。今のでバンバン切るって感じ。うん、おお、なんか2回あれだけど、飛んだけど。なんかちょっとこれじゃない感がする。今ので合ってる。そう、それで切る。合ってる？うん。一旦合ってる。一旦合ってる。うん。オッケー。多分慣れるとスッていけると思います。今若干なんかドッキみたいになってるから、そうそう、今のでジャンプやりゃ。だったら連打か。もう連打しちゃった。なるほど。そうそうそう。オッケーオッケーオッケー。ちょっと分かってきた。うん、デビルメイクライというやつを。うん。スタイリッシュポイント。あ、戦ってるだって。え？なんだ？もうちょっと音上げるか。ダンテ大丈夫か？わー。メイクゾイ。ダンテは、うん、ね、ネロとダンテの関係性みたいなやつは。うん、なんかあったりしますかね。待ってる、ダンテ。待ってる、ダンテ。助けに行ってやるからな。キュッ。ああ、擦れると痛いんだってば。ダンテ、擦れると痛いね。いや、なんかやられてますけど、みんな。だ、誰？あ、来た、トリシエ。誰や。ああ、うん、え、ダンテって結構最強的なイメージだったんですけど。まあ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 、まあ、ダンテでもやられる時があるのかい？うん、危ね危ね危ね。無駄な避難時するわけだ。あったってわけだ。おい、デカブツ。泥棒はダメよってママから教わったろ。あら、ん、腕ってこと？ん。悪いな、ダンテ。はい。俺がいただくぜ。お、なんか入れた。来た。リアチェンジみたいな人。え、いきなりの？いきなりの。大丈夫かい？来るよ。これなんか緊急対処がないんだっけ？今んとこまだ、まだないのか、ね、え、まあ、どうすればいいの？ちょっと待って。あ、撃てばいいんじゃない？普通にあれを、銃を一旦ね。おーっと、あ、合ってます？合ってます？あ、なんかできるな。ギリギリ、うん、当てた、当てた。体力バー左上にありますからね。接近できるんだったら接近。あーっと、凍らされた。お、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 レバガチャ、レバガチャかな。おー、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 合ってんのか。ゆっくりにされてるから怖い。あ、これさっきどれでやったっけ、緊急回避。で、自分でなんかどれか、俺分かんない。あ、ここに書いてあるのか、赤い字に。あいつ、死ぬんだが、死ぬんだが、うん、死ぬね。でも私これは負けフラ、負け戦だと思ってますよ。マジで？確かに下のゲージが減ってない気がするわ。これは負け戦だと思ってますよ、正直言うと、うん。でも、あ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 、まあ、さすがにさ、さすがにね、分かってらっしゃる。さすがにちょっとおかしいもん。
勝ち筋があんなに見えないと、うん、ダメージがなかったからね、うんうん、あらら、あ、これ誰か似てるな、俺も思った、誰か似てる、誰か似てんな、やべえぞ、もうダメ、おしまいだ、おしまいだ、おしまいだやばい、2回あれですね、ボイスを楽しめるんですね、副音声的な、あ、血だらけのダンテ、うん、あ、これネロだ、あ、お、お、パシーン、ダンテ、ダンテ、第2ラウンドだ、かっこよいかよ、おー、来た、おー、待って、待って、デビル化したー、やばい、5にもなると知らない情報がいっぱいあるそんな感じ、まあまあまあ、悪魔だよね、血筋というか、まあ、そ、ダンテもネロは悪魔なんすかね、うん、ルイ、ネロ連れて行け、俺はまだエルル、連れてくな、お前じゃ足で待ってんだ、なるほど、あー危ない、危ない、危ない、あ、なるほど、ダンテ今回だ、ここでやるか、一回押さえとくみたいな感じってことか、引くぞ、一旦やめろ、俺はまだやれる、やめろダンテ、足で待ってんだぞ、舐め上がってクソが、言わせねえぞ、女、どこ、悔しいな、今よりも力をつける方法を考えろ、ダンテでダメならユリゼンを倒す、お前がユリゼンを倒すしかない、うん、ユリゼンってやつなのね、今のはね、ユリゼンだと、いや、そうか、魔王ユリゼン、うん、それがお前の腕を奪った、お、悪魔の名だ、なるほど、お前の腕を奪った悪魔の名だ、だから腕がないですね、ルイの声誰だろうな、なんかすごい聞いたことある感じの、うん、お、ダンテ、もうダンテの影の形の、ね、あ、ダ、ダンテの剣なんだっけ、名前忘れちゃった、痛い、その瞳に映るものは、すごいな、あ、ユリゼ、ドラマティックオープン、あ、それリベリオンだ、リベリオン、うん、あのダンテが持ってる剣の名前が、うん、脱出したなんか来ている、誰か、あ、乗ってんだ、あ、それ自分のなんだ、 V の髪の毛が黒くなった今、うん、色が変わった、おーってなってくる、なんだあれは、おーなんだあれは、お前なんで出てきたんだここから、え、ちょっとお前らだけか、何があった、ダンテは、ダンテはどうなった、時間を稼いでいるが長くは持つまで、あ、打ち合わせか、わあ、あ、いや、あ、早速人が死ぬ、思ったよりも簡単に人が死ぬ、このゲームは結構そうっすね、うん、ダンテが動じない負けるってのか、ダンテが負けたらやべえみたいな、どうせ助からない、うん、ここは引くぞ、くそ、ああ、大丈夫かい、人が不審だし、このゲームは人間の命軽いのでって感じ、はい、結構ギャンギャン、うん、はい、終わった、かっこいい、 C で終わりましたね、おー微妙、うん、ノーコンティ、あ、でもノーコンティニューボーナスもあって B か、あ、これでリザルトで要するに A とか S とかを取っていきたいわけですよ、だからもうそうなると、うん、もうリトライ祭りみたいな感じ、ね、そういう感じなんだね、なるほど、おー、はい、始まった、カプコンプレゼンツ、うん、ヒュー、じゃあこれからダンテを倒、うん、いや、あ、助けに行くプラスユリゼンを倒しに行くみたいなことなのかしらかね、飛ばしすぎ、うん、2個、1ヶ月後、ワンマンスレター、ベッドグレーム市内に突如姿を現した謎の大使の影響で、うん、周辺の街は完全に機能が麻痺している状態です、なるほど、兵器アーティストに火をあげるな、そうね、ちょうど事故のあれが、これあれですか、街とかは、うん、結構ファンタジーの街なんですかね、やっぱり実際、なんていうの、まあでも、もうネロとダンテの存在が結構ファンタジーだから、まあまあまあ、なんか実際の街とかではないはず、この悪魔の人はいっぱいいる感じなんですかね、うん、悪魔の人は、その悪魔の血を引いてる、なるほどね、いっぱいはないですね、うん、わかんないけど、その設定の話になっちゃうともしかしたらいっぱいいるのかもしれないけど、うんうん、特別な存在なのかな、
まあ学者としては悪かないさ。お、向こうもちょっと聞いたことあるな。タバコやめろよ。タバコ嫌なんだ。ひでえ匂いだね。お前が臭いんだろ。すげえ言われようだな。危ない危ない危ない。おー、もう、もうレコード変えていく。いいか、レコードだ。突っ込め。すごいな、この兵器開発って言ってんのにやってることが車で引くって物理それ、なんかランチャー撃つとかじゃないよ。あんまり揺らすなって。音が飛ぶ、曲が飛ぶ。なるほど、会話がいいですね、ファンキーで。そうそう、そんな感じなんですよね。キャッハー、キャッハー感あります。もうとにかくかっこいいのを、あ、危ないよ、目指してますみたいな。ジューッ、それでいいんだ。ノールック、ノールック根性焼き。うん、ノールック根性焼きって新しいな、パワーワード。そして前が見えなくて、お、ワイパーで、ワイパーでね。これは、おっと、出ながら空中でドコースで、前回りヒーローゾーですかね、これ受け身と思いつつ腕をかわして、今日今エクゼブチブックプロデューサーが流れてましたよ。マジでここでなんとクレジットがほら、あ、本当だ、レベルアップバイトラフィックみたいな出てる。で、さらにドコース、あ、ほんとだ、してる岡部、岡部さんの名前も入ってくる。なるほど、で、ジャンプしながらくるっと回って、ここにはあ、庄司川森、川森さん、あ、キャッハ、タバコ、井上弘正さん、木下さん、ちょっとバカですね。いやいや、まあ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 いいですよ、この感じ、うん、いいキャッターデザインが出て、もうはっちゃけてるんですよね。先ですね。もうちょっと怖いゲームだと思ってたけど。あ、全然怖いゲームじゃないです、むしろ超はっちゃけゲームですね。どっきゃーい、うん、これやっぱ5の評価相当高いですから。そうなんですね、うん、海外でもスタイリッシュクレジット、うん、すごいもんね、クレジット代表が全部倒してっていうかね、うん、まあこれあれですよ、うん、もうほんの数秒の出来事ですから。そうゆっくりしてますから、永遠と続く道タイムみたいな。そうかっこいいと思う、かっこいい、声ダサいけどかっこいいみたいな。戻ったよ、いしょ、戻ったよ、マジかよ。この一瞬で全て敵はやられる、すげえな。何のこと言うのだ、この人タバコ捨てただけだけどね、根性焼きもしましたから。あ、そっか、でタバコに火をつけてあげる、真摯なとこもあるんですね。そうね、臭いって言ってるのに、タバコ嫌いなの意外ですよ、なんか、ね。このゲームは喫煙を推奨するものではありません。ちゃんとね、ちゃんとね、うん、いいですね、こうシャレが効いてる感じが、うん、そうこれは、多分なんかデビルメイクライ5ってなって、なるほど、かっこいい、何これ。もう最近のさ、ゲームのオープニングとかクレジットをさ、こうなんか風景に紛れ込ませる作戦、あー結構あるね、いろいろあるじゃないですか。あるある、ダントツでスタイリッシュですよ。うわー、聞くんじゃない、あ、言ってこそさ、お前らユニーが敵してくれる相手じゃねえぞ、死んでるじゃねえか、死んでるね、どこーとか、あー、アビコーか、逃げちゃう、もう無理だって。6時15分、午前5時、まだ眠い時間ですね。ダメ、あ、やめてくれ、なんだこれは、なんだよこれ、無理だよ、どこ、どこ、あ、EDF のあれに見える、あー、ゾーどこー、悪魔にもあれなんですね、車、物理アタック効くんですね。おお、危ない危ない危ない、すげーな、大丈夫かい、ここは、こちらが来るとこじゃないぜ。でも片腕じゃな、ほら、行けよ、あら、シャレが効いてますよ。お前死ぬつもりか、やらせてやれ、悪魔退治が趣味なのさ、ほっとけ、いい、やめろ、そんな片腕で何をしようってんだ、死ぬぞ死ぬぞ、まあ見てきなって、うるせえポリコだな。おー、かっこいい、何をやった、出た、どこ、バイオニックアーム出た、何これ、義手、義手っていうのかね、もう兵器だよね、こっちの方が強いでしょ、普通の手より、ニコが作ったのかな、もしかして、うん、でしょうね。それじゃゴミ掃除と行くか、かっこいい、来るかい、じゃあこれから左手、右手も使えるのかな、あ、来た、レベルブレイカー、うん、特徴のある攻撃を行う、装備中のデビルブレイカーを失われる、使い捨てなのね、なるほどね、お、ブレイクエッジ、こ
攻撃を貯めることでさらに効く。こっちは B で押すだけだとなんかバッて出て、これは攻撃中にダメージを受けるとデビルブレイクは終わる。そういうことだね。これはもうどっちにしろ終わる、うん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 、やってみましょうか。そういうことだ。掃除の違いがあるな今のだ。なんか押しちゃった。一回ポッと押すだけだったら、あ、違う、3分の2ってなってる。長押しからの、あ、あれあれ、あ、攻撃食らったんじゃない。あの、まあ、溜めてるうちにね、悠長にやってる場合じゃねえってことなんですよね。届いて、あ、届いて、届いてないですね。絶対前段、前段外す。エドさん、何？デビルブレイカーが終わりました。知ってる、3分の0ってなったから。さあ、戦ってください。体、そう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 。はあ、そんなつもりじゃなかった。もうないよ、デビルブレイカは。おお、なんかどうやって、どういう、おおおおおお、それ、それすごい。どういうそれやりたい。乗ってる乗ってる。笑っちゃってる。ズザー、痛い痛い痛い。やりたい方だ。奴は悪魔をボコるプロなんだよ。あの技師も悪魔対地専用だ。よくできてるだろ。全然、あ、このムービーみたいにできないんですけど。ちょっと来るかもしれない。そうね。ああ、おい、このバカ、人の芸術作品を。うるせえぞ、さっさと避難させろ。あ、してた。で、新しいの出した。私はもう先使い切ったから。使い切ったね。ワイヤー、そっか、私今ずっとロックオンした状態でやってたからこれになったのかな。このデビルブレイカーがこのワイヤーになってたというか、あ、まあいいか。ああ、か、うん、どうだろう。うん。え？緊急脱出として使用するダメージ状態から抜け出す。ああ、なんかコンボとかいられてる時とかに、もうなんかメガクラッシュ的な。やっちゃえみたいな。うん、さあ、もうないんですよね。間違えた。お、何した？なんか急にドラム缶落ちた。あ、なるほど。こうやって、うん、邪魔だ。はいはいはい、正解正解。みたいなことかな、うん。あとは切り上げた後に銃で撃ち続けて下からガガガガガって撃つこともできる。あ、なるほど。うん、来た。デビルブレイカーに触れる。あ、進路上に置いてあるデビルブレイカーで。なるほど。うん、2個置いてったらしいよ。あ、今左にもあった。どこどこ。そうそうそう、レッドオーブを取らないといけないですね。ひでえな。これ倒せんの？あ、倒せんだ。なんかあれだな。おお、倒した。私、近接と遠距離を間違えた、うん。あ、間違えてんのか。目障りだ。なるほど。もう次のを打ってましたね、今。で、コンボをガンガン繰り出せてると、うん、その右のそのコンボゲージっていうか、うん、あれがどんどん C とか B とかになってくから、できるだけコンボを切らさないように、なんかどん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 こう、そうそうそう、敵を、うん、見つければいいのか。なんかで C になった後に、うんうん、青いね、輪っかみたいなのがキューって小さくなってくるんですよ。なるほど。そう、それがコンボゲージというか、コンボのそのタイムリミットなので。あっ、レッドエンプーサ、うん、何そんな可愛い感じなんだ。可愛いなと思って、これこれこれ逃げてきましたけど、逃げていきましたけど、さあ、そっちにいるのか、いた。さあ、倒しましょうか。おお、なるほど。そして、クロス。あ、あ、なんかこいつ強いぞ。え、こいつは、あれですね、ガンガン切った方がいいですね。うん。そう、なんか、長いこいつ。きた。こいつは、要するに、レッドオーブ。あー、まあ、経験値っちゃ経験値、まあ、お金っちゃお金みたいな。ボーナス。そう、それを、たくさん持ってるやつ。あ、きた。なんか、ブルーオーブ、四つ集めると、体力の最大値が上がるよ。ハートの打つ的な、そういうことですね。なんかわかんないか、取った。うん、で、緑のやつは倒すための体力が回復なのかな。なるほど。うん、グリーンオーブが出るみたいな。レッドオーブをどれだけ貯めるかみたいになってくるんだけど。 OK、 うん、結構だからコンボが難しいので、あの最初は、うんうんうん、だんだんそのまあ、レッドオーブとか集めてって、その技とかやると、まあ、解放すると、そのコンボがつながりやすいとか。だからその、今なんか爆発したね。あるある。なんか落ちてる。なんか落ちてる。あ、アーム。どれが敵なのか？どれが敵なのか？それか。それは敵だね。うん、おい。うう、出てくる。ジャンプしてでもいいし、下から打ちでもいいし、うん、おー、いっぱいいるいっぱいいる、いっぱいいるね。で、あの、なんだっけ、
さっきのさ、ワイヤー、うん、ワイヤーでどうやって出してるのあれ。デスブリンガーです。で、うん、デビルブリンガー、デスブリンガー違う、あの俺が聞いたことはそういうことではない。俺が聞いたのはどうやって技出したのって言ってたんだけど。え、うん、名前は別にいいんだけど。あ、わかんない。え、ん、まあいいや、うん、多分デビルブリンガーなんでデスブリンガーってことか。まあいいや。ボスっぽいですね。なるほど、ね、なるほどな。ロックのカーソルって出せるのかな、オプションで。そうだったらその方がやりやすいけど。ギア入れますね、うん、入れたね。イクシード、うん、RT 押し込みで、LT ですね。、はい、EX ゲージを貯める。うん、次これ LT ってこれじゃない？ LT は左だね。これですよね、うん、合ってる合ってる。繰り返し押すって書いてあるから連打ってこと。うん、連打か。どこだ、違う違くね。あ、それで合ってる。もう今ギューンってなってた。今ギューンってなってた。でで、で、あ、回避。うん、もう溜まってるって。なので攻撃すりゃいいってことか。溜まってる状態で。じゃあ、もう溜まってないね。もう溜まってないね。もう一回やってみ。これで攻撃してみる。来た。当たるかよ。待ってんの。ブロン。ああ、三本あるね、左上に。あ、なるほど。いや、連打でいいのかな。連打だね。ああ、ブーンってなった、ブーンってなった。ブーンってなった。一個しか貯めれないのか。そう。貯めたらどうなの。もっと貯められるのかな。いた。そう、バイクのアクセルみたいにボン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 ってやって溜めんのよ。じゃあ連打でいいのか。だね。でこの状態で？で？ダメ。何で切るの？でも減ってるからそれで合ってた。何か。まだ1個しか溜まんないから今の1個溜まったらもう使っちゃっていく。うん、あれ？あ、どんどん減ってく。あの何もしなくても減ってくから。溜まったら打った方がいいみたいな感じ。硬いな。他に狙える場所はあるか。他に狙える場所あります？攻撃当てた時に LT 押せばコンボしながら溜めれる。攻撃当てた時に、うん、で攻撃を普通に Y ボタンで切りながら L トリガーも押すのよ、うん、ああなるほど、うん、こういうことはもうどっちもでは出んだみたいな。そういうこと。あ、でも今溜まってなくね。違うな。あと死にそうなんだけど。死にそう、ちょっと死にそうだね。あれですよ、腕解放してもいいのよ。腕解放出てんだけど。やばい、やられる、やられる。腕解放出てんだけど。腕解放は、なんだっけ、なんだっけ、腕解放か。解放した。解放した。解放してどうすんの。いや、解放、当てなきゃダメだな。攻撃を当てなきゃダメだな、解放だから。もうない。危ない結構。でも削ってる削ってる。もうちょっと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 。ゴリ押しゴリ押し。大丈夫、最初のボスでこんなギリギリだけど大丈夫かな。大丈夫大丈夫。合ってる。全然スタイリッシュじゃないけど。合ってる。うん。避難はさせたが、これは時間の問題だぞ。何がだ。死ぬまでは。状況から察するに今もこの町は魔界化を進めてる、うん、しかも周囲を巻き込んでな。はい、難しいね。ここが近距離、一番上が近距離なんだよね。それボタン変えてやっていいよ。なんか、うん、の力か。そうね、一番上が近距離ってなかなか、ね、ちょっと難しいこれで。 B がスキルで、うん、A がこれなんだっけ、ジャンプか。ジャンプとかで X が遠距離だから。そうだ、 X と Y を逆にする方がいいんじゃない。そうだよね、まあ、四角が攻撃みたいなことだもんね。そうそう、ちょっとコンフィグ、うん、あのムービー終わったらやりましょうか。車の修理までやらせるとは人使いが荒いな。でもタバコ吸ってんだね、うん、教団の資料を見せてやったろ。ギブアンドテイクってやつだ。お、もう一人の女キャラが意外となんか平和な先に平和ななんというかファミリー感というか、うん、じゃあお前の分も。なんつうのかな、こう世界的に、うん、
あの悪魔がバーって来てたりするのに、うん、意外とこういうシーンだとほのぼのしてるね、この人たち。あ、なんか、あ、志村後ろ、ダンテ。え、ダンテじゃねえな、ちっちゃかったな。何か用か。なんだなんだ。腹でも減ってんのか。だったらちょうどよかったな。飯ならあるぞ。キレイはいつも作りすぎるんだ。あ、殺される。おしゃべりな連中も一緒だけど我慢してくれるか。なんだよ、どこ見てん。お、お、こんな感じ。え、え、お前、お前悪魔か。ダンテではないの。ダンテではないと思うけど。キレイ、キレイだ、そこにいよ。あ、あ、あ、お、病院だけ。いきなり。あ、腕が取れた。食べてんの？あ、いや、取ったんじゃない。手を取った。返してもらうぞ。返してもらうぞ。デュデュ。ああ。あお。おおお。結構。結構。あ、に本当にあった。え？え？急展開すぎて。一面のあああ。あ、切る。血まみれのネロ。ちょくちょく血まみれだなお前。あ、時空の扉を開いて。時空切った。いてネロはもう。ネロはもうずっと。動くな。女一二分だぞ。本当だよね。あ、ああ。倒れた。これが要するに右腕を失った理由ですね。これ前か。っていうことでしょうね。で、ね、うん、で、これに繋がるのか。待ってるからな。安全運転で頼むぜ。このお姉さんの声、うん、クロエですか？違う？なんかちょっと似てない？ちょっとわかんないかも。わかんない。なんかライフイズストレンジのクロエっぽいな。ああ、なるほどね。あ、S だ。こういう S 取ったよ、これで。今の S だったらどうやってどうやってビートが飛んだ？トリプル S までなかったっけ？あ、確か。S は S でも階級があるね。うん。で、ボーナスレッドオーとかたくさんもらえるからってやつですね。お、ストーリー。発端は魔王戦よりさらに過去のこと尋ねてきたけど、うんうん、謎の風俗の男によりネロは、まあ、悪魔のビシあの S が一番上らしいですよ。あ、 S が一番上でいいんだ。車じゃ無理だな。車じゃ無理だな。そうか、なら歩いていくさ。ちょっと待った、忘れてた。なんだ、なんかくれんの。これは、これはモリソンから、うん、お前にお手紙だ。手紙なんてガランでもないことを書くのは30年ぶりだ。あいにくタイプライター持ってないからな。汚い字で申し訳ねえが我慢して読んでくれ、うん、お前がレッドグレーブ市に戻ると聞いて俺にも何かできることはないかとあれこれ考えたんだが、俺は腕っぽしが強いわけでもことさらに頭が切れるわけでもない、うん、俺ができるのは情報屋だお前ネタを提供してやる、うん、まあ無意味ではないだろう、うん、俺が初めてダントと出会った時は奴は今とは違う別の名を名乗っていた。トニーレッドグレイブってな、うん、どうだグッと気になってきただろう。レッドグレイブスとレッド、トニーレッドグレイブ、うん、ただの偶然なのかどうなのかな、まあ、判断は判断するよ俺が知るダントの情報を前に与えようと思う。俺がただで情報提供するなんてめったにやることない。判断するよってな。せいぜい感謝ぐらいはしてくれよなはい、モリソン。おう、ミッションを進めていくとモリソンの手紙など情報がね、うん、OK、うん、ダンテのことあんま知らないの。仕事の準備だ。無理はないはずですけどね。待ってたよ。待ってたよ。いらっしゃい。ご注文は。すげえライフストレンジのクロエっぽいな。かな、違うかもしれんけど、うん、ご注文は、うん、あ、でも早いななんか魔王の像みたいなのが。新作見たいか。新しい腕が完成したぞ。あ、やっぱクロエだった。あ、そうなんだ、うん、アクアの右手を継ぐ力オーバーチェア。あ、2個目。空を揺るがす衝撃はガーベラ。装備もある、欲しいなら持ってけ。なるほど、買うんだ。レッドオーブを使っていろいろ買ってね、うん、スキルの習得だったりアビリティ、うん、デビルブレイカー、うん、イクイップメント、うん、ああ装備ね、うん、アイテムね。まあスキル解放したいですよね。え、これがスキルか。うん、見れると思う。アビリティ、ブルーローズ、うん、レッドクイーン、うん、エクシード、うん、デビルブレイカー、うん、それぞれの要するになんつうのかな、
アビリティは多分、まあ、体のパッシブの部分ですね。で、ブルーローズとかレッドクイーンとかはそれぞれの武器に対する、スキル解放って感じ、うん、これ絶対これがいい。何これ。いや、これダメだな。うん、あ、まずはスピードかな、やっぱりより速く走るか。ああ、なるほどね。スピード、いや、違うか。ちょ、見てみよう。まあ、15000あるから、ちょちょ取れるのよ。うん、装填増そのから。これは遠距離、遠距離あんま使わないじゃないか、うんうん、あ、結構安いからグワって全部取れるんじゃない、ね、なんだこれ、どうやって試すができるよ。試す、試すってあるよ、うん、試す。お、スキル操作ができるんだ。どういうことだろう。あの、買わないで、うん、はん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 、好みの練習、はい、ストリーク、流れるような枯れの部一気に踏み込み周囲を切り払う。地上で R バンパーで前方で割れた、うん、これいいじゃん。これは確かに踏み込みができるね。大学が雑誌にあったらこれいいんだよ。そうね、これはあれ、ね、ここってさ、今さ、うん、設定みたいなの出せる。あ、出せるね。セッティングしましょうか、うん、コントローラー的な、コントローラーが、うん、そうそうそう、メールアタックが、を、X にして、これを X にして、うん、でガンアタックを Y にする、うん、そうね、うん、で、まあ、あとはいいかな。ジャンプはこれで OK で、戻る、いいかな、はい、でこれで、あとなんだっけ、ロックンカーソフルを出せるのかな。出せるんだったら出したらいいか、うん、これもオプションか。オプションで、ゲームオプションかな、うん、あった。あ、ロックオンマークあった。 OK でしたね、はい、じゃあこれでいいな。こうしましょう、うん、これすることにより、うん、じゃあ、これで分かりやすくなったでしょ。完璧、うん、で、ボタンもこれでできるようになったから。 やっぱこっちっしょ。そうね、明らかにミニさんが金鉄出してんだろうなっていう時に、バン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 近くで打ってたから、うん、なんかね、やっぱどうしても反対にしちゃうね、うん、まあまあまあ、いやでもやっぱり近接といえばなんとなくこっちだよね、ボタン的に。これやるとあれだな、うん、この後切り上げが入んないっていうのもあるね。切ってから切り上げなさいね。でも一回行くじゃん、で、ちょっと…ついこうなんか前に…吹っ飛んじゃうのか、押しちゃうからちょっとなんていうか、あ、まあダウンする。あ、そうね、ダウンするから。おー、うんうんうん、あー、ストリークは買いですな。これ敵の位置は見えるのか。もう絶対オンじゃん、こんなの。まあそうだね、やっぱでもストリーク欲しいって書いてあるね、うん、あ、これね、ストリークは必須のタイプ、なんかコメントで、うん、あの、なんだろう、今ので敵が…あ、え、何、新キャラ戦の敵でいいの。こうだ。何、いきょいきょいきょ、うん、いいよ。で、近づかせてってことか。そう、自分の、ね、やるんだ。なるほど、引き寄せて、切り上げて、空中で切る、うん、なるほど、それは素晴らしい、ね、え、だったら別にダッシュしなくてもよくね。まあね、まあだからこれはもうと、とにかくなんかもう、ひとまずのって感じだよね。確かに、一回敵を転ばしてしまえば、一回敵が攻撃できなくなる時間があるので、隙ができるっていう意味では、うん、そうね、あと多分、なるほど、切り払ってるから、一匹じゃなくて、近くには全員、ビッていく可能性がゼロじゃない、うん、だ、やべ、スタイリッシュになってきたって、ミニさんが。なるほど、うん、これさ、空中でさらに切り上げて追っかけるのかな。わかるわかる、コンボ練習ってそうよね。あー、なるほど、空中に引っ張れるのか、もう一回たたき引き落とした後に空中にもう一回引き戻してっていう。あ、それいいですね。まあ、はい、割と悠長な感じでやってて、さ、できて面白いです。面白いですか、はい、まだ始まった、まだ1個のあれですか、技だ。他の技も試せるから、これで、うん、これどうする、ワン放送いけます。ワン放送いけます。スキル試す。あ、待って、うん、これもしかしていけんじゃない、あ、何が違うな、ちょっとこれ難しい、なんかはてなってなんだ、なんかまだわからない何かがある、うん、かも、これ戻るのってイグジットであってんの、一回戻って、あ、ボイドを終了だから、はい、うん、でも、まあ、他にもいっぱいあるね。これはもうじゃあ習得できるんじゃないですか、まあ、ちょっと見てみるか、うん、一旦、あー、これも絶対いいって。で、大丈夫、これどうす
そう、空中コンボ入れた後にドンって自分でやる、これやりたい、できるやつだから、ターメソ全部今日これだけで終わんな、ちょっと待って、うん、習得、まあ、まあ、一旦、うん、まあまあまあ安いからね、まあ、この辺じゃ安いのは取っとくか、安いのは、うん、人は取っちゃっていいやつ、人は取っとく、うん、そうそうそう、でストライク2も、あ、ストライク2、あ、ストリークか、ストリーク2、うん、あれ、あ、ストリーク取った後に1個増えた、8000かかるけど、さらに踏み込み距離が大きく、すげえ踏み込んでる、お、超踏み込んでる、あ、まだいらんな一旦ね、試すこれだけで終わりになるけど、うん、うん、空中で、まあ、バツになってるけど、多分これ近距離、あ、いや、合ってるのか、そかそかそか、うんうんうん、だから、うん、うおー、登っていくわけね、だから、空中で、あ、こう、そう考えるとあれだな、自分の中でこれやって、これやって、この後にこれやってっていうの全部、ってことは、うん、踏み込んでの寄せて、あ、違う、わかるわかる、で、あ、違う、そうじゃない書きたくなるよね、こう、このあとこれでこれでこれっていう、あ、あ、これじゃ当たんないのかってことは、あ、途中でやらなきゃやんな、じゃあ、うん、あ、先にやっちゃうか、だから1、2、3発かな、3発までいけるのかな、まあいいや、トントン、トンで3発いっちゃうから、こう、なんか1回こうだ2発で、2発止め、いや、わかった、うん、踏み、ストリーク、うん、ストリークで飛ぶ、ダウン、うん、スナッチで引き寄せる、引き寄せる、切り上げ、1、2、3で敵が落ちるんですよ、落ちたね、落ちる瞬間にスナッチでもう一回呼び寄せられるのはいはいはい、はい、で、そうね、そこでザクンザクンってやるのね、これが今のところの私の DPS が一番高いコンボだと思うなるほどね、なるほどねまあね、これが戦闘中になかなかね、うん、慣れればできないんだよ ね、 そうだね、こんな悠長にできないから、うん、OK、わかりました、なるほどね、この技がないととっさに地面に降りれないっていう、あー、じゃあそういうもう移動的な意味でもこれも必須ですね、そう、なんか自分が飛び上がっちゃってすぐ降りたいのに降りれないっていうのがあるから、うん、うん、それは3で落とすなら3発目出さない、いやでもさらに1回スナッチ引き寄せられることが分かったから、まあまあね、より対空できますよ、え、だったら、うん、打ち上げて打ち落としてスナッチして打ち落としてスナッチしてってできるよ、まあ、それでもいいのか、うん、分かんない、どれが、ただコンボ回数を稼いだ方が要するにいいのよ、あのコンボの評価が上がるから、うん、もうストリーク、うん、スナッチ、切り上げ、1、2、3、落ちそう、スナッチ、うん、ドン、そうね、で、うん、ドンで、うん、まだ死んでなかったらもう一回ストリーク入れてスナッチ入れてができるのかな、もうできるかもしれない、うん、はい、じゃあ取る始まっちゃったな、レッドクイーンコンボってあった今、もう一個、うん、何、何これ、 B、 レッドクイーンコンボの派生系、繰り返し見は重い剣撃で大ダメージ、 A は何なの、あ、 A が今使ってるやつでしょ、あ、1、2、3ってやつか、地上でバツ、少し待ってバツ、試していいですか、あー、なるほど、そういう系だ、ちょっと連打してるとダメなんですよ、感覚を、うん、そう、上で、うん、一発撃ってから、ちょっと待ってから、そうそう、で連打するんだ、ドン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 、すごい、ずっと連打するんだ、これいいじゃん、これはあれですね、強いね、手っ取り早い、だ普通にやると、うん、1、あ、スリーク出ちゃった、うん、1、2、3、4みたいな感じだかな、うん、これが、うん、そう落ち着きじゃん、死ぬ、あ、これさ、うん、レッドクイーンコンボ1の途中、あ、 BA かなの途中で入れられないのかな、コンボ入れてで1回待ってって、そうあ、いや、できないのかな、なんか、いや、A に入っちゃいます、あ、 A 入っちゃうのか、 A が入っちゃったらそうなるんだな、でも、うん、絶対連打しちゃう、まあそうなるよね、やめた、これは まだいい、今じゃない、あ、まだいい、今じゃないね、こうすごいね、まあ、ひとまず取ったから、うん、やっぱパッシブ取った方がいいと思うんですよね、いや、まあまあ、まあ、スピードはまあスピードはまあまあ、まあ、取っときましょう、移動がね、うん、どうせスピード2が出るでしょう、あ、出ない、出ないだと、テーブルホッパー、これも絶対隙の少ない、これ多分ね、あのジャスト回避みたいなやつだと思うんだよね、地上の敵を引きつけて、ロックオンしてる状態で横と A ね、なるほど、こんなんやってる暇あったら倒しちゃうからな、うん、まあでも絶対必要になると思うけどな、緊急回避的なやつでしょ、だって
まずもう一個したわ、うん、引き寄せ、あ、距離が長くなる、あ、これもいいね、すげえ遠くね、これいいじゃん、何キャラ分、すげえ遠い、これは2万、これなんかね、すごい必須って言われてる、体内に残ったかすかな魔力によって、これは必須だわ、これは必須ですね、まあ2万必要なんで貯めないといけないから、となるともうコンボをガンガン入れられて、ね、ドーム稼ぐしかないから、まあじゃあまだここはちょっと我慢しよっか、うん、そうね、これでもちょっと欲しいか、テーブルホッパー、そうね、3000試す、あ、まあ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 、まあ、うん、どんぐらいのシビアな感じか、ちょっと、まあロックオンだね、うん、でしょ、で敵を攻撃してくるのか、うわー、してこねえじゃん、してこねえと試せなくね、いや、一旦切ってみると、さあ来い、カプコンさん、カプコンさん、すみません、ここ攻撃してもらっていいですかね、あ、相手の設定を変えるんだって、あ、エネミー設定か、攻撃、あ、こうだね、敵をアクションを行います、うんうんうん、これいいんじゃないか、そういうことだ、うん、これで、うん、あったあった、すげえな、トレーディングは、トレーディングじゃねえ、トレーニングはこんなに、うん、来た、違うね、ちょっと違うね、もっと引きつけなきゃいけないね、あ、もうちょいか、うん、こんなシビアなことやるか、あの乱戦で、いや、あれ、もうちょいか、どうなんだ、あ、今のなんか、うん、いや、違うでしょ、今出たのかな、当たる、あ、今出た、おお、やるか、こんなの、いや、あったら、ラッキー、とっさの時にラッキーテーブルホッパーなるか、そうそうそう、ラッキーテーブルホッパーは出るから、そういう意味では、でもこれ、このタイミングが出ないんだよ、うん、結構厳しい、厳しいね、結構シビアじゃない、結構シビアですね、これで出ないんだよ、うん、これは必須ではないですね、これいくらだったっけ、ここ、ね、3000円はいらんかな、俺だったらまだって感じだな、なんかレッドオーブ余ってたら使うぐらいなイメージだな、ほら、だって普通に回避でこれができるんだったら、うん、ちょっとそのビッチタイムみたいなのが入るのかな、うん、これでなんないのか、結構そうね、フレーム数的には厳しいよこれ、ジャブジャブ、うん、それで避けるんだったらいらんかな、うん、うん、かっこいい、じゃこれはまだいらんすね、うん、これはいらんね、てかで剣のやつもう一個5000円ぐらいのやつあったよ、あ、マジで、うん、剣のやつ、うん、レッドクイーンのね、下の方にね、まだね2500の下があるね、あ、そう、レッドクイーンコンボ C、 より広範囲の敵にダメージ、ああ、いや、これは全然できないんじゃないか、こんな、 あ、少し待ってね、K か、待って K はちょっとな、で、すげえもん、連打数が、もう一個下はじゃあ D、 あ、D、 あ、8500、以上疲れる、あ、だからどこで待つかで派生するんだ、市場で3発撃ってから少し待ってドンね、うわ、押しちゃうんじゃないこんなの、あ、見て見て見て、それおすすめ、あ、本当に D、 D ですか、 D、 D なのかな、 C なのかな、 C だけあればいいか、 C だけあればいい、自分は C を一番使った、へー、C、 あ、まあでも要するに、うん、ちょっと連打しちゃうじゃん、あー、なるほど、だからあってなって、やべやべやべ、 C やろうみたいな、そうそう、それだったら試してみればいいよ、 C 便利、うん、みんな C、 やべ、 C いいだ、めちゃくちゃ C、 そう、一発目止めってなかなか難しいけど、二発止めだったら確かにちょっとやりやすい、ね、で、これ今入ってる、あ、これ強い、これ入ってる、うん、あのね、少し待っての後の攻撃が早いから、連打が、でしかも3発目が広範囲だから、あ、これは強いんじゃない、普通にやると、だから、うん、ストリークになるどうしてもね、そうそうそう、はあ、それだけだから、これだったら強制的にもう6コンボなわけですよ、もうちょっと待つか、うん、はい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 、はあ、これは確かにいいかもしれないね、これいいっすね、うん、しかもコンボ稼がなきゃダメという、そう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 、そうで考えるとやっぱり強いと思う、あ、これやってみるか、あ、それ貯めといてからの、貯めてからの、うん、一発目がでかくなるんだろうなってこと、うん、私はトータルダメージが4000になってるから、さっき3000いくつだったから、うん、あ、だったらやっぱそうだよ、じゃあもう分かった、うん、分かった、あ、恥ずかしいな、もう何回かやっとけばいいんじゃない、まあ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 、だから長押しはダメなんだもんね、だって連打なんだもん ね、 連打 だ、 ね、だから、うん、もう、うん、意外と難しいな、もう何でもいいからずっとやっとくみたいなさおお、ああ、
なるほど。だコンボ系を全部取っておけば、もう何やっても何やってもどこかでちょっと待つっていうのをやれば、1段目で待つか2段目で待つか3段目で待つかみたいなので、いろいろ派生ができるので、ちょっと失敗した時のあれにもなるしみたいなっていうことではあるか。これ攻撃しろ、これ効かないな。やったら一撃目が強くなるから、なんていうの、その、うん、攻撃中連打してもダメだった。あ、それダメだったんだ。入んないなって思った。入ってないもん、はい、あ、C の終わりを、うん、要するにそう打ち上げとかにもできるって。そこで打ち上げ、 あどこだ、一番最後だね、4発目、広範囲技打った後だね。そうそう、それでっていう、なんね、そうそう、空中コンボが分からなくなるよね、最初ね、ちょっと分からなくなるけど、うん、でもまあそういうことだよね。なるほど、うん、待って、うん、いいよ試してください。もう今日はもう間違いなく技取って終わりだから、放送的には。ってなってくると、うん、ストリークが若干邪魔ですね。つい前押しちゃうから。ねえ、はいはい、これになっちゃう。っんじゃうね、まあまあ上手にこうやっちゃいいんだけど。まあ、最後に引き寄せられるし。ただのこれでいいのかも。うん、あ、そうか。あれなのか、腕さ、俺ついてなきゃさ、腕使え、あの引き寄せできないかと思ったけど、うん、できんのか。さ、確かに今ついてないもんね。てかこれ、チェーンとかなんかあったよね。なんだっけ。ゼロの状態で俺使えないのかと思って、それはスナッチはできるってことか。うん。おお。引き寄せはいつでもできるんだって。やっぱりなるほどね。うんうんうん。あ、なら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 ば。近接 LB、LT、近接 LT みたいなタイミングでガチャガチャしてる。あ、なるほどね。交互に押す感じ。そしたらなんか実は溜まってますみたいな。何も溜まってないな。ルンズ弱いのかな。デックスが早いのかな。溜まってないですね。この辺でやって。うん、単純にやっぱり初手のストリークに入るから常に貯めといて、ストリークで一発でかいのバンと当てて吹っ飛んだところをスナッチして戻してコンボ入れるでいいんじゃない。確かにね、うん、これいつになった、これた、これたまんのか、これが前回、うん、あ、今なんか剣に炎みたいに乗ってたな。確かに。吹っ飛んだ後にあれですね、引き寄せるのを覚えてるね。上に行き過ぎたから引き寄せる。常に引き寄せる。フフ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 。なるほどね。あれ格ゲーの時間今日。格ゲー練習の時間。なるほど。いろいろ、ただこれ来週忘れたらあれですけどね。忘れそう。まずはトレモからみたいな。そう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 。まあまあまあ、大体、うん、来週、また来週って時になったら、うん、その、ここの、ショップから始まってると思うから、確かに。それ考えたら、うん、ほら、放送の30分前の間に、ちょっとここの、トレもやってもいいですよ、別に、うん。そう、確かに、ちょっとこうやっといて、うん、そうそう。よし、OK っす、みたいな。そうそうそう、それで本編入ればいいから。OK。うん。じゃあ、終わりです。はい。これセーブとかあるかね。あー、いや、まあ、一応、EXIT。一度、そうね、EXIT して、で、あとはまあ、これ C って買ったんだっけ、結局買ってない、買ってない、買っちゃおうかな。まあ、9000残ってて、そうだね、うん、まあまあ、うん、それ貯まるでしょ。だって今のでもう1万、2万ぐらい貯まってたから。確かに、うん、OK っす、はい、OK、 OK、 まあまあ、他にもね、いっぱいあるっぽいけど、はい、まあそれはおいおいっていう感じで、まうん、よいしょ、はい、というわけで、今日からカプコンデビルメイクライになりましたけども、はい、
何週続くか分かりません。何週やっていいんですか。まあ一応最低という意味では4週はやっていいやつですから、うん、そういう意味ではね、うん、あんまり長くなりすぎちゃあれなんですけど、ちょっとまあアンセムちゃんがねちょっとあの、うん、長くできなかったっていうのもあるんで、ちょっとまあいろいろ交渉します。交渉というか、はい、お話をさせていただきます。お願いします。はい、まあ、クリアまでとかになっちゃさすがに何ヶ月になっちゃうか厳しいんだけどね。クリア時間かかるかな。うん、どうだ、デビルメイクライってどのぐらい結構かかるかな。なんか5は長いっていう感じ。なるほど。って考えちょっとどのぐらいかちょっとわからんね。うん、あっという間の1時間なので、うん、そう、そう考えると意外とガンガンいかないと。うん、オッケー、はい、というわけで、はい、ひとまずというわけで、うん、デビルメイクライ5でございました。はい、それではここで最後、お知らせの時間となりますのでよろしくお願いします。やります。ライブブルーレイ &DVD コスモツアー2019 in 日本武道館が発売中でございます。なんとオリコンウィークリーランキングブルーレイ8 DVD 7位ということでありがとうございました。なんとあれなんですよね、4月1日から。あ、はい、あ、うちの話、そうっす、それですね。はい、分かった、はい、それ最後にしよう。あ、はい、はい、はい、なんでぜひ皆さん、の DVD ブルーレイよろしくお願いします。はい、そして明日からですね、私古川新レギュラー番組古川みりんと古畑奈央のいにしえ乙女酒がいよいよ明日から放送開始でございます。明日から毎週テーマに沿ったさまざまなお店を訪れ、普通酒酒場通の大人の女性を目指していろんな通な飲み方をやっていこうじゃないかという番組でございます。はい、初回放送は4月の3日明日ですね、水曜日23時から BS 日テレにてお見逃しなくなので、今のうち皆さん BS が見れるようにケーブル取ってください。ケーブル取っとくの今から、ね、なるほどね。ケーブルをこう、まあ、まあ大体最近は結構ねあの入ってたりしますけど。あ、本当ですか。マンションにね。なんで、うん、あのよろしくお願いします。はい、そしてオープンレックの生放送に出演します。今週4月6日に生放送される電波組ニジコンジュニアメンバー募集オーディションの、配信審査直審査直配信審査直前番組に私古川出演します。はい、2月からスタートした電波とニジコンジュニアメンバー募集オーディションでは、うん、二次審査の一環としてオープンレック TV にて公開配信審査がスタートします。なんだって、ほう、まあ、公開オーディション受けてきた子が、うん、まあ、配信するんだって。なるほどね。なんで、まあ、その直前番組としてオープンレックでスペシャルな生放送を決定しております。はい、ニジコンからは中村あかりちゃん、的場かりんちゃん、そして審査員を務めるもふくちゃん、奥村ののかちゃんとともに番組をお届けいたしますので、うん、ニジコンの皆さんともふくちゃんでゆるりとやっていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてファミ通コラム、先週の発売号は、先日お邪魔したセキュロンの発売記念イベントについて書かせてもらってますので、はい、うんうん、ぜひ皆さん見てみてください。はい、そしてミリッチ、なんとお引越しが完了したそうです。あ、本当に先週ね、まだあのやってる最中って言ったらね、うん、なので、うんうん、ちょいちょいでできるんじゃないかなと思いますので。なるほど、日曜日ぐらいにできればいいなという希望的観測。はいはいはい、はい、うん、です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ですね、以上ですか。うちからは以上です。はい、まず、はい、NGC からの告知でございます。 NGC 明日、水曜日ですね、セキロ生放送、フロムソフトウェアセキロ生放送2回目となります。はい、なんか何年前だっけ忘れちゃった、うん、過去に何か行ったのかなみたいな状態で終わっております。3年前かな、うん、はい、小木さん今のところまだ楽しい、非常に楽しいと言ってるんで、絶望を味わうのは今週からなんじゃないかなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、はい、そして先ほどちょっとミニさんがちらっと、そうなんです、はい、出てました。NGC さんのエンディングのテーマ楽曲になんと、はい、我らデバグミンクの楽曲を使用したことが決定しました。はい、なんかね、はい、春っていうとなんとなくポリポリ電波組ミンクさんがいつもやっていただいてるなという感じです。はい、あの1年ではないんですけども多分今回はね、うん、はい、はい、昨日ね見た方はもうあの昨日からだったんで、はい、なんとこのために特別に、はい、先ほど伝えた DVD ブルーレイから、うん、太陽系観察中生命体の部分だけを切り取りました。切り取って、はい、ですございます。買わなくても見れるんだって。そうなんです、見ればそうなんです、そこのシーンだけですけどね。そうなんです、はい、あの武道館の1曲目でございますので、ですです、うん、長かったですかね、すいませんね。いやいや全然何分だっけ結構長いんじゃないかな。
いつもどれぐらいだよね。ああ、よかったよかった。そうそう、いつもね、フル弱でやってるんで。ああ、そうですね。そう、そう考えると5分6分なんで大丈夫です。トイズファクトリーさんにお願いしたらいいよってことだったんで。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。ぜひそちらのエンディングも楽しみにしていてください。はい。以上でございます。です。はい。はい、あとこの後、エドササイズやります。はい、また。なんか天使を間違えて私が吹っ飛ばしてしまった、間違えたのかどうか分かりませんが、の続きからです。お、はい、結構激しく動いてるので、はい、あと謎解きします。よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで皆さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。本日のハイライトで締めたいと思います。うん、うん、いろいろなんか切ったり飛んだり打ったりなんか、うん、デビルブレイカーをやろうとして壊される。あ、溜めてるうちにね、溜めてるうちに攻撃されてね、全部なくなるやつ、なくなるね。 それをどう表現するんだよ。もう己で、己で、己で、あ、それぞれがってこと。あ、そうです。俺が魔物とかじゃないのね。あ、違います。あ、違うんですね。どっちもネロです。江戸ネロ、ダブルネロ、ミリネロです。江戸ネロ、ミリネロ、江戸ネロ、ミリネロ、はい、というわけで、うん、皆さんクイズミリネロは今週もありがとうございました。来週火曜日からもエリアウェア生放送デビルメイクライブ5お楽しみにしていてください。はい、それではさようなら。右手だっけ、右手か、あ、右、右だよね。あ、右手だよね、切られたの。右手なのかな、うん、右手でしたね。おー、おー、あ、おー、くしゃ、あ、痛っ、いってー、もう一回やろ。ということで。